て続いてご紹介する企業様なんですが、はい、ミシェルさんはこれまでの人生の中で、人生の中で、はい、結構長くなりました、はい、いやいや劇的な出会いっていうのはありましたか？ ありますね、まあ、学校の先生も含めてね、うん、この方がいてくださらなかったら、うん、今の自分はないなとかね、うん、そういうのを節々でありますね。奥様との出会いもそのうちの一つに入りますよね。もちろんそれ本番前に俺に言っといてくれる、うん、その答えの方がいいもんね。それ来るかなと思ったんですが、すいませんみたいな。ありがとうございます。なるほどね、そうですね、はい、そうだ、はい、そう、その通りだというお答えとして受け取りましたが、次にご紹介するのは、はい、劇的な出会いの場を提供し、うん、営業支援から就職支援までをサポートしています、こちらの企業様です。今や飲料水から新鮮な空気、さらには生活の安全まで、一昔前であれば無料で手に入れることができた時代から、対価を支払うことで手に入れる時代へと変わりつつある。同じように人と人とのつながりで生まれる出会いも、すでに有益な価値を持つ一つのビジネスへと変化を始めていた。そんな時代の狭間で自身も経験した出会いをきっかけに、新たなステージへと進む男がここにいる。トップコネクト株式会社 CEO 内田正明。人脈という一つの武器を手に、時代の流れを見据えスタートを切ったトップコネクトは、会社のトップである経営者とアイデアを持つ提案者の架け橋を担う事業を展開。その社会が求める需要と供給にそぐう新たな出会いを生み出し続けている。今回は人生トータルプランナー内田正明をスタジオに招き、詳しく話を聞いた。世の中ね、営業ってどの会社もしたいと思っている。しかし社長にいきなり営業ってなかなかできないんですよ。でもそれはちょっと時間かかっちゃうじゃんと。僕たちのサービスっていうのはトップにいきなり提案しませんかと。そうすれば時間もね、コストも結果的に安くできますよって、こういう画期的なサービスを叶えました。でも白か黒かがすぐ分かるんですよ。なるほど。決裁権を持ってる人に話をしないと世の中進まないじゃないですか。とっても画期的な事業だと思うんですけれども、最初に起業しようって思ったきっかけってどういうことだったんですか？今から5年前に結婚したんですね。結婚式に約500名の社長様に来てもらったんですね。そうしたらその翌日以降、その参加者の方たちから問い合わせが殺到しました。どういうことかというと、はい、内田君の名前で僕らの、ね、サービスとか商品とかを送ってくれないか、もしくは宣伝してくれないかって。僕の結婚式全部社長だから、もう自分でやったらいいじゃないですかって言ったの、はい、君の名前でやってもらった方が決まりやすいじゃんと。結婚式にね、もうその距離感がぐっと縮まってるから。そうなんです。僕もそれ頼まれたの全部やったらめんどくさいじゃないですか、はいはい、じゃあこれ仕事としてやらせてもらっていいですかっていう形で、はあ、その時実際何名ぐらいの方と交渉されたんですか？まず参加者が500名ぐらい来てくださって、うん、そこからだいたい20人ぐらいですね。ほらすごいニーズがあるんだと思って。そう、ニーズがあるし喜ばれるし。5年前の結婚式の席次表もお持ちいただいてるんですが、うん、いいですか？うわこれやばいです。こんな初めて見ました。これ結婚式ですか？やばいです。すごいな。しかもこれほとんど全部社長なんですね。これ面白いのは、はい、ちょっと待ってくださいここをめくっていただくと何があるかっていうと、どの会社が何をやってるかっていうのを僕全部ホームページを見て全部書いてあげてるんですよ。何やってるか分かるんだもん。それがでかい。普通はね、肩書きだけだから、分かんないです。でも新郎自らが調べて作られたっていうところがまた素晴らしいですね。内田社長はこのお仕事を始める前っていうのはどんなことされてたんですか？僕はね、もともとは銀行員だったんです。三和銀行って言って、はい、今の三菱東京 UFJ 銀行、そこで6年間サラリーマンをやっていて、それでやっぱり自分で社長やりたいなと思っていたんで、それで今度は株式会社就職課っていう会社を作って、日本中の全大学に毎月10万部
配布していたんですね。へー。で矢沢永吉さんとか松任谷由実さんとか、まあ、テリーさんとか多くの方たちを、まあ、対談させてもらって、でこれを全部大学生が取材をするっていう仕組みを作ったんですよ。いろんなことされてたんですね。あとまあ銀座でクラブを経営したりとか、いろんなやってたんです、30歳の時に。いろんな仕事をしたんで、いろんな会社のことがすごくよくわかるんですね。いろんなことされている中で今この事業を選んだっていうところまでいったいきさつはどういうことだったんでしょう。やっぱりもともとね、ちょっとあの僕は人と人とを紹介することが好きだったんですけど、そこってお金をもらうっていう発想なかったんです。でも多分水も空気も安全も、ね、一昔前まではただだった。でもしかし今は有料になってるじゃないですか。水もね、そうですよね。買わなきゃ。人と人との出会いや紹介も、うん、これはお金をねいただく価値があるんじゃないかと。相手にとって本当に有益な出会いであれば、これは絶対にお金をもらっていいんだと。その代わりお金をもらうということは、それだけのちゃんとフォローをしなきゃいけないと。そういう気持ちで、あのビジネスを作ったんですね。こういうふうなビジネスモデルで経営されてる会社ってあんまり少ないんです。ないですよね。世の中ね、例えばコンサルティング会社とか、もしくは営業研修の会社とか、ね、もしくはこういうツールを作りませんかとか、っていう会社はたくさんあるんです。しかし実際に営業の場を提供してくれる会社ってなかなかないんです。例えば武器をねいくら作ったって、それを発揮するね実践の場がなかったら数字にならないじゃないですか。いくらアドバイスだけされたって。僕たちはアドバイスするというよりむしろ実践の場を提供するから、ここで皆さん戦いませんかと。こういう形でプレゼンやってみませんかとか。こちらの会社はどのぐらい前に始まったんですか。2年ぐらい前です、ね、2年ぐらい前に始まったんですか、はい、あの2年っていうふうにおっしゃいましたけれども、この2年での実績を具体的に教えていただけますか。まあ、実績っていうと、例えば、まあ、どっかとどっかの会社がもう資本業務提携をするとか、もしくはもうすぐ発注して購入するとか、もうそういう行き来がたくさんあるんですよね。トップとトップが話すって早いんですよ。でやりましょうと。すっごいいろんな方に感謝されるんじゃないですか。やっぱありがとうって言われてお金をもらう仕事っていうのが僕は快感なんで、それをやりたいんですよね。でもやっぱりこのビジネスご苦労も多いと思うんですよ、私たちの見えないところで。そういう点も教えていただけませんか。まず苦労っていうと、どの会社の、まあ、支援もねさせてもらうっていうわけにはいかないです。なるほど。僕がちゃんとこうその会社の商材とかサービスを見て、これは大丈夫やと、じゃないと僕の信用で進めていくんで、それってやっぱりピンチじゃないですか。信頼関係ってそう、やっぱり審査じゃないんですけど、ね、ちょっと確認させていただかないと。友達に誰か紹介するだけでも、はい、なんだよって言われたら、自分がね、ああもうなくなりますよね。それが紹介のリスクなんですよ。そういう目ってどうやって養ってらっしゃるんですか。僕昔銀座でクラブをやったり、はい、多くの社長たちと毎日ご飯を食べたり仕事をしたりしてるんで、生き残っている人っていうのは本物だし、生き残っていかない人はちょっとなんか問題があったんだよねというのをずっとこう見てきたんで、これはもう勘ですよね。例えばスポーツだってね、例えば柔道だって組み合った瞬間に強いかどうか分かる、ゴルフだって素振りを見た瞬間に分かる、ね、会話だってある程度分かるじゃないですか。仕事も同じですよ。その人がどこを求めてきてるのかとか、そうです、あ今ここかとか、そうです、そういう判断がもうすぐ聞いちゃうんでしょうね。もうブワッとだな、驚いちゃう。さっきも俺入ってるんだけど、わざとらしく本が置いてあります。いやこれね、今34冊出させてもらってて、また34冊出されてるんですか。9月に35冊目いきます。人脈力って20代から始まるって、やっぱり僕はね徹底してそれ打ち出して、あの人脈っていうと60代70代の人がね、はい、俺も人脈あるっていう人いるんですよ、はい、でも僕それ普通じゃないかと思ってるんです。長く生きてんだから。20代30代のうちに、うん、いかに人脈を作って、うん、世の中を知って、そして自己成長につなげていくかっていうことを僕は推奨してるわけです。はあ。なのでできる限り20代30代の人に人と人との出会いの大切さ、うん、あと年上の人たちとつながる大切さを
教えたい。でも今の子供たちは本当に同世代の横のつながりは強いんですけど、やっぱ先輩後輩って我々の時の世代のそういうものが本当薄くなってきてるから残念なんです。これはありますよね。ただね、ただね、心の中ではつながってみたいと思ってるんです、うん、あ、なるほど。しかしやり方がわからない。ウェブじゃ無理だから。あ、ね、そうか。年上の人とつながるにはリアルな場所しかダメなんですよ。あ、そこに行く勇気もない、手法もわからない。だったら僕と出会いましょうと。なるほど。素晴らしいお気に入りだと思います。スコッと落ちたね。ただからこれはもう仕事じゃないですよ、ね、うん、まあ、社会貢献じゃないけど、今のね20代30代応援するということは、ね、今から20年後彼らが活躍する時代が来るから、そうするとまあ僕疲れた時にね、昔ちゃんとやってやったじゃんとよろしくと、ね、そう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 、そういう、みんなで、そうですね。ね、多くの会社はみんなね事業してるわけです。自分の会社の仕事があるから、はい、それをやりながら人脈を作るっていう人と、僕は事業がなくて毎日人脈だけ作ってる人がいたら、それどっちが勝ちますかって。そうですね、僕勝ちますよね。そうですね。だからそこだけ受け負ってるわけです。なるほどね。そういう作れる人っていうのも僕は初めて。で今度これをね、地方創生みたいな形にやっていこうと思っていて、地方の会社ね、東京の大きな会社に提案したいと思ってるんですよ。そしてその次が世界ですね。世界の会社も日本の上場会社と仕事したいとみんな思ってるわけですよ。でもパイプがない、ルートがない、だったら我々と契約しませんかと。俺に持ってこいみたいな。信頼と実績、そして出会いを通じ、人、そして社会の架け橋であり続ける内田正明。そんな男が心に刻んだ格言とは。人に生かされて生きている。まあ、私も若い頃は自分が中心でね、もう行くんだと思ってたんですけど、やっぱ40歳を過ぎてからちょっと考え方が変わりまして、はい、今の自分って一体誰のおかげでいいのかなと、それを考え出した瞬間にすごくまた人生が進み始めて、これはもう口に出さなきゃダメだと言って、あの戒めのためを思ってね、あの人に生かされて生きてる、こう人に生かされて生きてる、生かされて生きると。あ、もう本当にあのこの世の中をますますこうつなげてですね、はい、幸せな日本を作ってください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。